モンゴルのゲルゲルの内部現代的なゲルゲルは主にモンゴル高原に住む遊牧民が使用している伝統的な移動式住居のこと。日本では中国語の呼び名に由来するパオという名前で呼ばれることも多い。トュルク語では古くからユルトあるいはユルタと呼ばれたもので、現在でもトュルク系遊牧民のカザフ人やキルギス人が用いるユルトはほぼ同じ形状である。 なだらかな草原地帯に適しており、より乾燥して、起伏の多い西アジアでは、トュルク経由牧民も、方形の移動式住居を使っている。ゲルは、円形で、中心の柱によって支えられた骨組みを持ち、屋根部分には、中心から放射状に、針が渡される。これに、羊の毛で作ったフェルトを被せ、屋根、壁に相当する多いとする。壁の外周部分の骨格は木組みで、 ひしごしに組んであり、接合部はピン構造になっているので、蛇腹式に折りたたむことができる。木組みの軸に当たる部分には、ラクダの剣が使われる。寒さが厳しい時は、フェルトを二重張りにしたり、狼などの毛皮を張り巡らしたりして、防寒とする。逆に、夏の日中、暑い時は、フェルトの床部分をめくり、簡単に風通しを良くすることができる。内部は、 直径4から6メートルほどの空間である。ドアがある正面を南向きにして建てられ、入って向かって左手の西側が男性の居住空間、向かって右手の東側が女性の居住空間である。中央にストーブを兼ねた炉を置いて、暖を取り、料理をするのに使う。炉は東側を正面にするように置かれており、女性の側から扱いやすいようになっている。 向かって正面は最も神聖な場所で、チベット仏教の仏壇が置かれたりする。頂点部は、換気や採光に用いられる、要開閉可能な天窓になっており、ストーブの煙突を出すことが可能である。現代的なゲルの外部には発電のための太陽光パネルと蓄電池、衛星放送を受信するためのパラボラアンテナなどが設置されている。これで、周囲数百キロメートルにわたって何も、 内大草原でもテレビや携帯電話が利用できる。モンゴル国では2011年に携帯電話の普及率が100%を超え、さらにスマートフォンも普及するなど急速に IT 化が進んでいる背景として、スマホのアプリで銀行口座を扱うなど銀行や郵便局がある都市部から遠く離れた場所で移動生活を行う遊牧民だからこその事情がある。 インターネットと GPS を使って遊牧民の現住所を特定して郵便物を送るホワットサンワーズというシステムをモンゴルポストが2016年に導入しているためスマホがあればアプリで住所がわかり周囲数百キロメートルにわたって何もない大草原に設営されたゲルにも郵便が届くまた日本の大相撲でのモンゴル人力士の活躍を見るために 衛星放送を視聴する必要があり、モンゴルの冬は暗い時間が多いために電灯も取り付けられているなど、現代的なゲルの内部には現代的な電化製品が少なくない。モンゴル帝国の時代頃までは車輪をつけ、馬を使って引っ張って長距離を簡単に移動できるゲルが存在したことが、当時の旅行機の記録からわかっている。現在はそれほど大規模な移動は行われないため、 移動の土に分解して、ラクダのせやトラックに乗せて運ぶ。分解や組み立ては共に遊牧を行う、数家族の男たちが、総出で行い、数十分から一時間で終わる。ゲル一町は、おおむね夫婦を中心とする一小家族が住むが、遊牧民たちは一般に2から3町のゲルからなる、拡大家族集団でまとまって、遊牧を行う。拡大家族は、それぞれの個町が、親子、 兄弟などからなる場合が多いが、地域によっては、故郷の友人関係で、血縁関係の薄い数家族が集まる場合もある。同じ地域で遊牧を行う複数のアイルの集合体が、いわゆる部族であり、これらが遊牧民の政治単位となるが、現在では解体されており、現代のモンゴル国では、相幕は、剣を指す。19世紀以前のモンゴルには、相幕に、 王皇貴族がおり、霊族民の牧府を抱え、霊族民まで含めゲルが、何十何百も集まった大型のゲル集落が存在していた。これを中世モンゴル語ではクリエン、近世モンゴル語ではフレーといい、その中央には王皇貴族の住む大型のゲルがあった。このような大型のゲル、及び大型のゲルを中心とした遊牧民の宮廷のことを普通オルトと呼んでおり、 モンゴル帝国のハーンたちは非常に大きなゲルをオルドとしていたことが知られる。現代のモンゴル国の前身となった新朝統治下の外、モンゴルでは最も大きなゲルに住み、最も数の多いフレーを従えていたのは外、モンゴルを代表する活物であるジェブツンダンパホトクと、であった。後にジェブツンダンパのフレーは遊牧移動を止めて一所に定着し、19世紀には 民族の商人も住みつく都市に変貌するこの都市が現在のモンゴル国の首都ウランバートルの前身であるイフフレイである。現在もウランバートル市内には固定家屋と並んで庭にゲルを建て都市内であえてゲルで生活する人も非常に多い。キッタンのゲルウランバートル等の大都市ではマンションで生活する人の他にゲルで生活する人たちがいる。 牧村から流入した元牧民が、郊外を不法占拠し、スラム化している場合も多いが、元々は日本でいう長屋暮らしの域を出ない。貧困の象徴でもなければ、異文化の象徴でもなく、モンゴルの最も庶民的な住居なのである。2005年時点、家賃も日本円で350円前後と、手頃なため、低所得層が愛用している。ただ、水道や風呂がなく、 便所が共用の上に歯水線、中央暖房がないといった状態が多い。ゲルが集中した地域をと呼ぶ。中央暖房がないため、長く厳しい冬は石炭を主要な暖房燃料とすることが多く、多くのゲルから排出される梅園による大気汚染が深刻化している。現代日本ではゲルがモンゴル料理店の雰囲気作りに使われたり、ゲルを模した。 グランピング用テントが製造されたりしている。ありがとうございます。